ゆっくりしていってね。というわけで、今回も戦闘機について解説していくのぜ。本日解説する戦闘機は、アメリカのグラマン社が開発した F7F タイガーキャットなのぜ。2週続いてグラマン社が開発した戦闘機の解説になって申し訳ないが、この戦闘機も調べてみたら興味深かったから取り上げたのぜ。また、この戦闘機は世界でもほぼ唯一の双発艦上戦闘機なのぜ。それでは解説していくのぜ。と、その前にこの F7F について語る前に、これの元となった試作機について、まずは説明していくのぜ。それがこの XF5F スカイロケットなのぜ。この XF5F は、1938年2月にアメリカ海軍が、高速艦上戦闘機の試作を各社に依頼し、グラマンはかねてより温めていた案を提示したのぜ。それがこの双発戦闘機である、XF5F なのぜ。XF5F の特徴は、胴体の長さを極力縮め、主翼の前に胴体部分がないという特異な形状になっているのぜ。これは、着艦時の視界を確保する目的と、双発エンジンのプロペラ中心間隔を小さくして、機体の慣性モーメントを抑えてロール率を高める狙いがあったのぜ。さらにプロペラの回転トルクを打ち消すために、左右のプロペラが反対方向に回転するようになっていたのぜ。そして、1940年3月に試作1号機が完成し、同年4月に初飛行したのぜ。車内でのテストでは軍艦上昇力が1220メートルと、群を抜いた性能を示したことからスカイロケットと名付けられたのぜ。しかし、この時エンジンの冷却問題や、エンジンカウルの空気抵抗が想定より大きかった等が発覚したのぜ。その後、戦術の問題点を修正した機体を、テストしたが結局エンジンの冷却不足などは改善されなかったのぜ。その頃には、チャンスボート社の XF4U が完成して高性能を示していたため、海軍でも XF5F 自体に対する興味は薄れてしまったのぜ。それを受け、グラマン社でも新型双発艦上戦闘機の開発に取り掛かることになったのぜ。それが XF7F、後の F7F だったのぜ。前置きが長くなったが、改めて F7F の開発経緯について説明するのぜ。アメリカ海軍は、日本との戦争を睨んで建造計画を進めていた大型航空母艦に、搭載する双発艦上戦闘機の開発をグラマン社に依頼したのぜ。グラマンは先ほど説明した試作双発艦上戦闘機 XF5F を開発していたので、双発艦上機開発のノウハウを持っていたのぜ。さらにこの時、アメリカ海軍がグラマン社に要求した条件は、1、空母で運用できる双発戦闘機であること、2、制空戦闘だけでなく、地上攻撃、対艦攻撃もこなせること、3、可能であれば、航空魚雷の搭載も可能であること、の3点だったのぜ。重力配置の機体に三輪式の降着装置を持ち、空母上での運用を考慮して左右主翼は上方に折りたたみが可能であったのぜ。ここで、F7F のスペックを見てみよう。F7F は、艦上機としてはかなり大型ではあるが、2100馬力のエンジン2機により機動性は高く、最大速度も700キロと高速であり、上昇率も毎分1320メートルにも達するのぜ。武装も機種には 12.7 ミリ機関14門、主翼に20ミリ機関砲4門を装備しており、なかなかの重武装でもあるのぜ。1941年6月に原型機2機の開発契約が結ばれ、太平洋戦争が勃発したため初飛行前にまず海兵隊向けとして、500機が発注され、F7F1 の正式番号が与えられたのぜ。そして、1943年11月に初飛行を行い、当時運用が始まっていた主力艦載機 F6F よりも、上回るスピードと機動性を見せつけたのぜ。しかし、アメリカ海軍の反応は薄く、最終的には F4F、F6F の両艦上戦闘機と TBF 艦上攻撃機の生産を優先するよう通達したため、F7F の生産は後回しとされてしまったのぜ。そのため、F7F は第二次世界大戦では実戦を経験することなく、終戦を迎えてしまったのぜ。その後、朝鮮戦争にも使用されたが、1950年代に入ると急速に退役が進み、多くの機体が民間に払い下げられ、一部は森林火災を空中消火するための消防機に改造されて運用されたのぜ。機体性能自体は悪くなかったのに、実戦で活躍できなかったのは残念だが、史上唯一のレシプロ双発艦上戦闘機として、名を残せたのだから恵まれた戦闘機ではないのか、と、個人的には思っているのぜ。といったところで、今日は終わりにするのぜ。それでは本日のご視聴ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。